せーの、リリースリリースメイツ、あやのん、ゆきっぺ、ゴミちゃん、キャー、ピカー。痛そうだったよ、みんな。めっちゃ痛かった。小指全爪がこっぱりぱりぱりって。あなた爪に運がないわね。今年は爪が2024年ですから。2024年ね、爪に気使って、爪がちゃんと無事なことを祈ります。というわけで、明けましておめでとう2本目でございますけど、今日やっていく企画は、うん、アキラにドッキリを仕掛けていきたいと思います。あー、ええー、珍しいですよ。いや、来ないと思うよ。来ます。そんなアキラにやっていくドッキリは、新春パンツスースードッキリ。え、またお前困ったら、困ったらスースーやめろよ。あの、私たちの大人気企画でしょ。大人気企画、やっと MV がさ、追いついてないまで来たのにさ、また抜かされて、また4位になって、またパンツスースーを新春でございます。なんて言ったってこれ1位狙いでしょ。しかもまたね、こう蝉の歴史更新したいっていう、うん、パンツスースーやり飽きましたけど、うん、まあ秋谷にやってないんですよ、実は。やってない、確かに実はやってなくてですね、うん、あれ、このなんか経験者は、あれも、じゃあさ、覚え、あ、もうほぼ雪目経験してない、経験してないの。だって雪目スースしても何も反応しなさそう。正直、なんかなんか冷たいって言いながら座ってそう。あ、なんか冷たいって言いながら、だけどないそうやもん。まあ、そういうわけで今日はね、アキラちょっとやっていこうということでございましてですね。感じそうだね、アキラ。いや、あいつずっと感じてそう。あいつは営業そうです。ずっと、だからね、どうやら、うん、お正月、この三が日にね、この営業コンテンツをね、打ち込んでいこうとして心意気。逆に考えてみ、三が日にぶち込むやつらはいないから伸びる。そう、明けおめパンツでしょ。明けおめパンツうちらのね、YouTube 代表企画ですか、ね、パンツ、まあ、計画としてはですね、アキラと、まあなんか普通にいつものノリでショート、うん、まあ、うちら最近グリーンバッグ使ってね、うん、一生懸命ショートを撮ってるんですけど、うん、この水を飲み干せたら、ね、チャンネル登録者数増えるらしいぞみたいな。めっちゃやったわそれ、はい、めちゃくちゃそれをなんかもう一回やろうっつってやりますやりまして、はい、アキラのターンの時に、うん、めっちゃこぼしてて、誰かが、まあ、いたずらでわーみたいな水をこぼします。まあ、それでもいいね。誰かが、うん、誰行きますか。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、あやのんです。はい、珍しいワンマーケットをかけます。あやのんが、アキラが水を一気飲みするチャレンジの時にわーっつって、こう水をバーってやって、もう全身浴びせて、特に心、いい、ね、下半身周辺をやってください。なんなら奪い取って、下半身、奪い取って下半身にバーって、ごめん手が滑った、かけて、あとはあちら意味わかんないと思います。まあ、何みたいな、それはそう、ごめんごめん、ショートおもろくなるかなみたいな感じでやって、で、秋はびちょびちょになったら、まあもちろんパンツまでもう新色しますので、うん、まあ、着替えると思います。で、その用意したパンツに、まあ、いつも通りすす剤を塗っていくというわけでございます。で、今回はですね、まあ、そのパンツをすすさせるだけじゃね、もう何回も見た絵なので、うん、いろんなところですすを計画しております。何それ、どうやんのよ。まあ、例えばですね、まあ、トイレのトイレットペーパーにすす剤をめちゃくちゃつけております。え、待って、はい、できるん、そんなこと。頑張ります。まあ、ペッペッて乾かしてみたいな、やって乾かして、乾かして、で、自分のおしっこを拭いた時にその水分がついて復活するんですよ。そうだね、うちの頭が良すぎる脳で考えた結果ね、きっとそのおしっこによってまた水分が復活して、またスースーするんじゃないかという。まあ、直に塗る感じになるからね。タオルにちょっと塗って、あ、確かにこれに拭きなよみたいな、うん、タオルにも仕掛けましょう。シャワーの、はい、シャワーの元のところに、元にもやりましょう。すべてに仕掛けようということになっております。風邪ひっこいるやから大丈夫、いきましょう。はい、今年2024年2月25日に川崎クラブチータにてサードワンマンライブ開催します。はい、チケットは概要欄にて取れるので、ぜひぜひ皆さんお越しください。初めてライブ行くよって方は、初ワンマンの動画も上がっているので、そちらの方を見てぜひぜひお越し来てください。お越し来てください。お越し来てください。それではやっていきたいと思います。レッツゴー。まあ、お風呂にはね、まあ、多分なんとか誘導して、まあ、入れようと思うんで、うん、ボディーソープにですね、あれ、何、くそ、あ、発火だ。あ、これもスースーやん。じゃあもうスースーやん。あ、じゃあこれもうスースーじゃん。あ、じゃあこれでいいや。これでいいじゃん。もっと倍増させよう。ここに
一回撮影外でキララがかかってなかった。あ、そうですね。撮影外で普通に食らった、これ。そうだよ、これ捨ててない。うわ、じゃあ、アキラさん撮影来てなかったじゃん、あの時。うん、なんか、あ、じゃあ知らんと。知らんと思うわ。ここにも。いや、つけろ、つけろ、つけろ。ここにもつけろ。全部つけろ。スッする、めっちゃスッする。一回やってみようよ。なんかマジでスースー剤ってすごいな。ずっとスースーするわ、なんか。ここ絶対前だと思うけど、いくよ。うん、いや、いける、ほらほら、これ残しとけます。ちょっと、冷たく冷たく。やめろ。おい、やだやめて、やめてよ。これ、ちょっと、ほら、オッケーオッケーオッケー。これで乾いて、結構かけたよ。これで乾いてさ、乾いてアキラのおしっこが付着した時に復活するよ。乾くかな、ここは。あ、オッケーオッケー。結構効きたね。しますね、私たちね。ブラボーしよう、ブラボーしよう。そうじゃん、こんなでかいから。いやでも、もうこれしかない、これしかない。誰がつけるの、誰よ。シャンガイ塗れたからって言って、これ誰よ。じゃあ後のさ、ブラ隠しとこう。そうやね、使われへんように。こんな堂々と下着が出るチャンネルねえぞ、はい、うん、これもう、はい、で、やっぱここですよ、肝。あ、ちょっと待って、スッスッ。はい、ご覧ください。股がべっしょりしてたやつ。入った新しく入った。でもさ、意外とさ、履くんだよね。うちやられた時思ったけど、普通に私なんかびちょびちょの状態で服を着るのよ。自分がさ、濡れてるかと思うんだよ。そうそうそう、あ、で自分がまだここ濡れてたんやと思って、全然履く。さあ、ご覧ください、こちらです。そんな見せることないよ、その部分。いきましょう、待っていきたいと思います。ちょっと近い。寒い。後ろ見切れちゃうんだよね。なあなあ、水10秒以内に2リットルで飲み切れたら登録者増えるらしいぞ。そんなんで増えるんなら世の中の YouTuber いっぱい登録者いるよね。はい、次、誰？青色担当の人は水大好きって言ってた。彼女なら飲めるに違いないぞ。お前が抱えてなんで私はそんな発生すんねん。お前それやった後に言うやろ、それ。よーい、スタート。いくぜ。1、2、ごめんね、ごめんごめん、なんか考えてくれてありがとう。水病って水病って何、水病って水病みたいな、水病ってな。そう、水中、やばい。ショートにもプチドッキリ入れてたかなと思って。そうそうそう。お前これプチじゃないし、見えてないでしょ、これ。見えてるって。本当だよ、ここの風呂入るの初めてかもしれん。いや、でもなんかね、ちょっと待って待って待って、風邪ひく風邪ひく。はい、え、いいよ、早く入り、一旦温まった方がいい。え、もう湯船とか入ってる。大丈夫大丈夫、湯船でも使わないから。こんな目に合うのかね。いじめだ。これは紛れもないいじめだ。寒い。なあなあ、見て、全裸。全裸だね。全裸だね。アキラの乳首でかー。寒そう。はい、おはよう。はい、寒くて乳首でかー。寒い、寒い、寒い。
寒すぎ、待って待って寒くない。ちょっと寒い。すごいよ。なんかさ、いつぞやのさ企画のさ、あー寒い、ボディーソープ残ってるのかわかんないけどさ、洗っても洗っても寒い。つか洗ったら洗っただけ寒い。入れ替えの寒すぎ。ごめんごめん。寒い。死ぬ。お前すぎだわ。これ適当にここら辺にあるタオル使うよ。タオルを大丈夫。あ、鳥肌が止まらないね。これパンツとブラどっちもこれ使っていいの？いや誰のこれ？わかんない。ないでしょ、汚。わかんない。何があったの？そんな私が聞きたい。なんであんな水かけられたんだろう。だよね、まあ、始まりはそこから寒すぎ寒すぎ。いや、なんか
ショートにもさ、いろいろドッキリ欲しいよ、うん、あれ落ちどうすんの。あれもう、うん、上から、いやまあ誰か上から行くのね。いやなんか CC はさ、高いから、やっぱあー寒い寒い寒い、実際にやってみようっていう、うん、あ震えてるね。大丈夫、なんか、なんかどうした、なんで、うん、こんな東京で北極にいる気分なんだろうみたいな。こんなしょうもない。落ち去るか、大丈夫大丈夫、困ったかい、ほんと、なんか、グッて、グッて、ちゃうパンツ脱いだ方がいいんちゃうかな、パンツ脱ぐ、いや、さすがこれが上がった、いや織物まみれのパンツ履きたないし、でも大丈夫、一応こっちも履いてる、あ、エロい、あ、エロい、大丈夫大丈夫、織物を煮詰めてるんだけど、織物ってそういう時もある、うちも織物がいっぱい出る時あるし、大丈夫大丈夫、まあそういう時もあるよね、まあ多分慣れるんじゃない、そういうもんなの、だってやっぱボディーソープが合わさってるから、慣れるよ、あれもう捨てとくわ、ごめん、本当に、うん、すぎだよ、ごめんな、ちょっと忘れてたね、ごめんご、ごめんご、乳首がやばいっすね、これは乳首、全部すか、なんか濡れとるもん。やばい、乳首からも分泌できてたかもしれん。やばい、あー、出すぎ、出すぎ、出すぎ、母乳、あの、早めの母乳、母乳出た、早めの母乳、だって濡れてるもん、母乳出た、なんて、怖い怖い、母乳出た、すごい、何しか嬉しそうな、全然そういい報告が、何で喜んでるから、母乳が出ただけで喜んでる、女だったんだね、ちゃんと男やったんかいな。寒いよ、30度くらいまで言うよ、暖房上げて上げて、結構あったかい、マジで言ってる、うん、30度、風邪ひいたよ、あれ仕事、うん、風邪ひいたやろな、明らかちょっと異常なんじゃないかな、嫌い異常もないよ、水かけられてますから、いやでもお風呂入った人温まるじゃん、そうじゃん、なんか洗えば洗うほど冷たくなりますみたいな、シーブリーズみたいなテンションのボディーソープが置いてあった。しかもなんか気のせいかもしんないけど、シャワーヘッドちょっと冷たくて、シャワーヘッドっていうなんか持ち手、冷やされてたんじゃね、普通に、まあ、寒いからね、あ、そういうこと、今どこが一番冷える、乳首と痛い痛いよ、痛い痛い、手突っ込むやめて、肛門がもやかも、うんちだ、うんち出したわ、うんちゃ、通りで言ってた、目覚ましテレビ朝、確かに言ってた、あっけらケツ見えたいな、見えちゃった、やだ、あけらの生ケツ、恥ずかしい、ケツ痛いね、もうこれ以上かぶりもして、いや、あんまし、いや逆に良くなると、手突っ込むな、やめて、あったかくしといた方がいいで、うん、あったかいかも、あ、いいね、すやな、もっと、あ、キュッと上げてこ、ぬくぬくしてる、あ、うん、まこれもかけて、うん、もっとキュッとぬくぬくするやん、まあ、これキュッてかけ、あったかくなった、うん、これなんかちょっと持ちない感じ、うん、これで、かわいいな、グッて、お前、ちょっと、あきら感じちゃうよ、10年だけそれやって感じちゃうから、うわ、エロエロエロ、やめて、ちょっと、後悔、なんかやだ、あ、大丈夫、あきら、どうした、どうした、え、よくないわ、あきら、痛い痛い
一瞬冷たい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 、あっ痛い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 書状膜破られちゃった。そうです、そうです、それはないです、塔に破れております。一番早い可能性、一番最初に破れてます。大嘘って言われてます。大嘘です。ということでね、じゃあ動画エッチだったな、お正月にふさわしいな、とっても面白いなと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。みんなね、あのお正月ね、 YouTube ね、家族と見ながら、素晴らしい時間をお過ごしください。まずはい、ということで、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、私もよろしく、バイバイ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 、バイ